それは光博士の一言で始まった。合宿だ。いいわね、海なんて。仕事だってば。準備できたよ、パパ。いいわね、海で合宿。仕事だってば。気をつけて行ってきてね、海。仕事だってば。行ってきます。いいな、海。夏は海だ、合宿だ。こうしてネット君をはじめとするクロスフュージョンメンバーによる夏合宿が始まった。やっほー、海最高。姉ちゃん、おーい。水に浸かったら花火はしけっちゃう。なんで花火持って泳ぐんだろう。金槌ってことよ。行きましょう。あー、ちょっと。ネット君たち楽しそうだな。ロックマン、私たちも泳ぎたいわね。じゃあ今度インターネットシティのプールに行こうよ。うん。あ、ロールちゃんもね。なんで誘うのメディの後なのよ。光博士、これが夏合宿ですか？遊びに来たようにしか見えないんですが。仕事だってば。なんだ飛行機？あれはワイズ。ウィングインサーフェイスエフェクト。彼女も間に合ったようだな。彼女？ちょっとこっちに来るわよ。ブライド！ネット、遅れてごめんなさい。王族の行事で来れなかったんじゃ。おしのび。今から私も合宿に参加します。あ、でもよかった。エンザンもライカも操作で忙しくて来れないって言うからさ、プライドが来てくれてよかったよ。かっこいい。競争よ、ネット。よし。こんな楽しいことするなら私も呼んでよね。ヤイドちゃん、どうしてこの合宿のことを。綾小路家の情報も甘く見ないでね。クロスフュージョンと関係のない人物も来てますけど、本当に合宿なんですよね。仕事だってば。あ、君も塗っといた方がいいよ。このままでいいの？アネッタ、なんでここに？そんなことどうでもいいの。
ない？おう！今必要なのは二人きりの時間よ。あなたの恋は重大な局面を迎えているの。ほら。姉ちゃん、私も乗りたいね。オッケー。いいよね。炎山がいると思ってきたのに、いないんだもの。がっかり。余計なのはいるのにさ。む、余計なのって誰のことよ。博士、仕事だってば。しいけど疲れた。腹も減った。この匂いは。海の家マハ一番。あら、いらっしゃい坊や。よーなんじゃねえか。ちょっと、なんでマハ一番がここに。夏は海、海といえば海の家。そこで出張してきたわけだよ。まさか坊やたちも来てたなんてね。これじゃいつもと変わり映えしないわね。いや、いつもとは一味違う新メニューがある。カレーちゃん、兄ちゃんが考えたかき氷カレーちゃん。わーお、うまそう。こんなメニュー思いつく方もどうかと思うが、食べる方もどうだか。他の客にはとても出せません。ネット限定メニューですね。は、本当にマハ一番だ。ミルちゃん、二人とも夏の海でも素敵だ。ネットくん、やっぱりネットくん。マリコ先生、トールくん、なんでここに。もちろん温泉合宿よ。日暮さんたちも一緒なんだ。でも温泉がこんな海の近くに。ええ、向こうの岩場の奥にある秘湯よ。ミネラルたっぷりの温泉なの。ネットくんたちも一緒にどう。後で行くよ。じゃあね。ジャンピンジャックアタック、ダペルカー。博士、キャンプといえばカレーだ。昼もカレーだったけど飽きないのよね。カレーにはジャガイモだ。入れちゃダメよ、スープが粉っぽくなっちゃうでしょ。ジャガイモは炒めてから入れるんだ。いいえ、ジャガイモは半分炒めて半分はそのまま入れるのが美味しいの。すりおろすのがいいね。全部皮付きで丸ごと入れるんだ。入れないって言ってるでしょ。待ちたまえ君たち。黙って見守ろうと思っていたが、やはり一言言わせてもらおう。ジャガイモよりさつまいもの方が美味しいぞ。だからまず炒めるんだってば。天地、だったら里芋入れた方がマシで。違う。だから人の話を聞きたまえ。おかわり。じゃがいもよりさつまいもですよね、博士。なあ、あんたどう思う。人それぞれですから。ちくしょう。仕事だってば。だからさっさとじゃがいもを炒めておけばよかったんだ。なったら。やったぞ。晩御飯食べさせて。
もう私には分かっている。博士は認めていないが、これは遊びなんだ。だから仕事なんだってば。パパから聞いたんだけど、この先に幽霊が出るっていう廃屋があるんだって。幽霊？へえ、そんなに怖いとこなんだ。面白そうだな。幽霊なんてのがいるのなら一度会ってみたいもんだぜ。いやね、盛り上がっちゃって。男子ってこういうの好きよね。ははん、さては怖いんでしょう。怖くなんかないわ。ほんと？なら証明してあげてもいいわよ。よーし、肝試しだ。みんな、心の準備はいいか？髪の先の色が同じもの同士でチームを組んで幽霊屋敷に入るんだ。せーの。逆に幽霊を怖がらせてやろうぜ。よっしゃ。なんであんたと真似しないでよ。俺とチームを組むのはネット、同じチームよ、よろしく。ネット君、本当にやるの？何言ってんだよ、ロックマン。合宿と言ったら肝試しだろ。入る順番は、はじめがヤイトちゃんチーム、5分経ったらリンゴチーム、その5分後に俺のチームでいいね。じゃあ行ってくるわね。雰囲気はあるわね。やっぱり怖いんじゃない？そっちこそ怖いんでしょ。ずいぶんありますね。集めるのが趣味だったんでしょ。今なんか通った。ちょっとあんた、そろそろ5分だ。よし、行こうぜ。女の子は気が弱えな。幽霊なんていねえよ。でも俺見てみたい。おう、幽霊幽霊、早く出てこい。大丈夫かな。ロックマン怖がりすぎ。ちぇ、何にもいない。さっきの連中、大方この鎧を幽霊と見間違えたんだろう。そろそろ5分だ。俺たちも行こうか。うわ、やっぱり出るんだ。ネット行ってみよう。ネットか。リンゴ、レンジさん、ヤイトちゃん、アネッタ、プリンセスプライド。みんなどうしちゃったのかしら。靴が。マドイさん、驚かすなよ。どうしたんだ、こんなとこで。靴が。靴？履いてるじゃない。
当だったし、こいつらに食べられちゃったのかも。そんな。なかったのね。靴。まさか。ネット。ネットってば。幽霊は全部ホログラムよ。ホログラム？ホログラム。クリア式だったのか、この男は。ネット、いってー、くーつー、誰がやるもんか。でもネット、このままじゃここから出られないわ。いや、俺たちにはこれがある。ロックマン、聞こえてただろ、幽霊なんか嘘だ、ホログラムだったんだよ。ここはカラクリ屋敷なんだ。本当？ロックマン、このカラクリを動かしているシステムを止めるぞ。うん、ブラブリー、ロックマンエグゼ、ロール、メニ、トランスミッション。うわ、天の世界にも幽霊。どうしてそっちに隠れるのよ。大体幽霊じゃないわ、ただのウイルスよ。ウイルス？スラスラスラ、メディーカプセル、ロールアラー、スラスラ。やるじゃない、そちらもね。これだな、よし、ロックマンだ。サンキュー、ロックマン。でもこんなカラクリ一体誰が。うえ、他にもホログラム装置があったのか。でももう脅かしたって無駄だよ、あっち行った。くつ。デカオくんやヤイトちゃんたちも飛び込んでくるし。デカオ？ヤイトちゃん？デカオ！なんでお前ばっかり！仕事だって。うわあ！うわあ！うわあ！ロクラク、ロクラク。博士。やっぱり夏は海と合宿と肝試しだよね。は？
果たしてこの合宿にどんな意味があったのかわからない。だが一番楽しんでいたのは に復帰してからずっと大忙しで。そうそう、少し前は冒険家として世界中の秘境を探検してたんだもんな。ネット君、そのパパから僕たちにエステバル遺跡の探検を依頼してきたんだ。エステバル遺跡だって？驚いたことに遺跡からデュオの紋章が発見されたんだよ。デュオの紋章が。次回ロックマンエグゼストリーム星の記憶、君も僕らと一緒にクロスフュージョン。